行くぜ。済まさねえぞ。大体よ、鉄砲使うなんて卑怯千万だ。そうでそうだ。おう姉ちゃん、酒だ酒。でもよ、あの穴があんだけ強いってことだ、やつはもっと。ケッ、何が天下の大賞金組地獄極楽丸様だ。名前からしてふざけた野郎だぞ。たく、七本の刀を操るったって人間様二本しか腕がねえんだ。俺たち五人の賞金稼ぎにかかりゃ赤子も当然よ。赤子にやられるようじゃおしめえだな。オードリア、今なんつったと。いやあ、なんだ。うるせえんだよおめえら。なん、起き上がれ、ぶっ殺してやる。俺様を誰だと思ってやがる。おいぞ。へい、七本の刀、てめえはまさか。おめえらごときに七本はもったいねえ。お望み通り二本にしといてやら。なめやがって。しまいまして、黄金竜の話をさせていただきましたところ、大喜びで行かれましたです。はい。黄金竜だ、ヨタの話かましやがって。噂っすよ噂。長崎の町じゃその話で持ちきりで。おいぞ、へい、先長崎へ行って調べてくれ。やってんでさ。てめえな。はい、はい、はい。ここの団子は天下一品だ。おごるぜ。あばよ。とどめ刺されるかと思った。泣くなよ棟梁。賞金稼ぎもうやめようぜ。うん。you
おゆり、ずいぶん遅かったじゃないか。何やってたんだい。面白い話仕入れてきたぜ。奇遇だね。あたいも面白い話聞いたんだけどさ。あんな、おう、どうだった。マカオから来た南蛮人が連れてきただの。陰陽師が天から呼び寄せて倒幕に使ってるだの。もうむちゃくちゃな話ばっかりです。ち、もう知ってたのか。浮世離れした話だが、火のねえところに煙は立たねえ。で、どの辺に出るんだ。地獄極楽丸とその一味、神妙にお縄につけい。つけられたね、トギゾー。足っすか。ちょうどいい。訪ねていく手間が省けるってもんだ。旦那、あっさりさあ。聞いてないよ、竜の出る場所。なーに、やつが教えてくれてら。やつ？このさっきの主がな。この先へ通さ。服部半蔵。俺たちは港へ来てだけなんだな。
死に急ぐか、お主。俺様を誰だと思ってやがる。天下の大賞金組地獄極楽丸様でい。こんな奴らに騙してねえで、とっとと逃げやしょ。こっから南に行け。